どうもこんにちは。今日はですね、初めてなんですけども、ワークマンのね展示会があるということでお誘いいただきまして、今から行くんですが、初めて飛行機乗るね。緊張する？まあちょっと行ってみようか。はい。よし。広いね、思った以上。だいぶ広いよね。思った以上に広い。ああ、テントね。家族5人は。家族5人用とかじゃなさそうね。うん。あ、けどああいうやつは大きいけど。カバンけどね。まあ、今は買わんかな。飛行機とかに乗せれんけ。飛行機乗せられるよ、でも一応。これとか大きいけどね。あ、これ大きいじゃん。これテント煙突できるよ。ほんまじゃん。大きいし。薪ストーブいけるじゃん。うん。中一回入ってみようか。うん。あ、けど狭いね。これ向こうからちょっと見てみる。あ、ちょっと来て。これ狭いね。5人。あ、5人は無理よ。5人用じゃないもん、これ。こっち側から見てみる。あ、けど母ちゃんも今の季節来んけね、キャンプは。そう、ということは父ちゃんと2人とかだったりするけ。こんにちは。友達？全然2人だったらいけそうやね、これ、うん、今だって友達？うん。うわ、こっち側見てみる。あ、これはちょっとかっこいいね。これ2人だったらいいね。確かに。ちょっとなんか可愛い感じの形になっとるよ。うん、うん、あ、けどあれも、あっち見てみる。うん。ああいうの好きやろ。けど今誰か入ってるね。ねえ、お、今誰か。すげえ畳になってる、これ。これ畳じゃん。畳。うーん。あ、すいません、ぜひ。逆側から見てみる。今本当に誰か入ってるね。誰か入ってた。今日何も買わんとけどね。今日はね、買いに来たんじゃないんじゃ。見に来ただけ。まあ普通に見に来た感じ。なんだ感じ。けど家族だったらこれ狭いね。一回ちょっと入ってごらん。靴脱いでやろう。うん。ああ、こんな感じ。ああ、これは TC なんだな多分。けど薪ストーブ入らんけね。薪、あ、ね、これは多分ね、冬用じゃないと思うよ。冬用じゃない。春とか薪ストーブがもういらん時のテント。うん、まあそっちの方が多いけどね。ね。スマホで動画 とか撮ってる人多いね。ね。スマホとか。これは三角テントだ。あ、こっちにもあるじゃん。キャンプを始めようだって。ここ見てみたい。うわ、いろんなところが見れる。ほんまや。これで12,800円だって。これはね、多分ね、めっちゃ軽いんよ。で、軽いテントっていうのはね、軽ければ軽いほど高いんよね。あ、これ好きじゃない。こういうの欲しいんじゃない。欲しい。ねえ、こういうツールームテント欲しいって言ったもんね。欲しい。トーンの強度とか、そういう部分です。はい。あと、これがね、今求めてると思うんだけど、結構中2人ぐらいいけそうなよね、これ。狭くて2人。なんかちょっと変わっとるよね。2人ぐらいなんだけど全然広がっとる。これちょっと触ってごらん。うわ、
これ寝る時のマットだって。うわ、それいいね。いいね、それふかふかだわ。これインフレーターマットか、10センチのインフレーターマット4900円。これちょっと寝てみたらどう？ 12,800 円の寝袋。え、これ？うわ。さっきのとどっちが良かった？なんか違う。そっちの方があったかい？こっちの方がすぐにあったかくなる。ああ、やっぱ違うよね。値段？こっちはね、ダウンって言ってから、あの鳥の羽みたいなのが入っとるんよ。うん。こっちの方があったかくなるわ。あったかくなる。まあ値段が倍以上するもんね。すぐにあったかくなるよ。この色とかいいかもね。見て、これこうできる。こうやって。ほんまや。折りたたみはいいかもね。うん、場所取らんけ。ちょっと父ちゃん行ってみたい。見てこれ、持っとる。ああ、こういうね。あとこの斧持って。あ、持ってないけど、いいんじゃない斧。ねえ、斧は家にあるけえな。あ、こんなのもあるんか。こんなのいいね。うん、何を入れるかは分からんけど、なんかあったらいいなと思うやつや。うん、980円。これあれじゃない、カリンバとか入りそうじゃない。あ、入るよね。カリンバケースとかでもいいかもね。うん、これカリンバケースに良さげ。うん、台とかね。水につけても大丈夫なんだ。ああ、水につけても大丈夫ってことか。防水じゃね。いいね。いいね。いいじゃんこれ。うん、けど防水っていうことは高いんやろうね。いやでもワークマンだけね、そんなに高くないかも。これ外で見てみようか。どっか置いてないかな。ライト、ライトちょっと探してみて。あ、それやね、ようわかった、それ。ということは、これじゃ。これ、何円かな。2900円。あー、ちょっと高いね。だでも、ライトの中ではそんなに高くないかな。うん、ライトってこんなもんかも。切ってみる。おー、すっごい。これで最後、手に切ったら。ごめん、こっちやって、どうしようか。すごい。やってみたいね。もうちょい力強くやった方がいいかな。うん、入っていける、入っていける。よし、もういいよ、手離して大丈夫で、そのまま一緒にやろう。コンコンコンと。うん、お、できたね。ありがとうございます。これ全部売りよるんかもよ。テント、テントはあれしかなかったもんね。どう？結構重たい。重たい。まあ、結構入ってるけどね。あ、これあれじゃない？防水。あ、防水の懐中電灯ね、これ。すごい。これバッグ単体でも売ってるんですか？めっちゃ気になるよ。バッグ単体だとどれぐらいするもんなんですか？値段でしょ。はい、
すごい、うん、いいよ。4900円。あ、なるほど、わかりました。ありがとうございます。4900円ならいいね、これバッグ。へえー、めちゃめちゃいっぱい入る。 それならテント買った方がよくない？テント、うん、どうしてもテントが欲しいよね、うん、ちょっとね、当時はね、この辺のテントはあんまり興味がなくてね。なんで？なんか一回ちょっと中入って横になってみて。うん、うん、あ、けど一人でちょうどいいぐらい。うん、一人で。ねえ、多分そうなんよね。二人だったら超狭い。横幅がね、これはもう一人用のテントだと思う。買ってみたい。え？ハンマーがないけん、ちょっと汚染かも。すいません、お待たせしました。今くじ引きやってます。はい、この3本のペグが刺さってるんですけども、はい、2本当たりです。2本当たり。1本外れです。当たり引きましたらお好きなもの。あ、そうなんですか。じゃあ引かせてもらおう。1本だけ選んでみて。これ。それ、じゃあ抜いてみて。よいしょ、そちら当たりです。おめでとうございます。よかった。ここにカップホルダーっていうのが一応あるんですけども、はい、必ず持って帰ってください。あ、なるほど。このちっちゃいミニテーブル、はい、必ず持って帰ってください。あ、ありがとうございます。他のもの、何か好きなのあれば必ず持って帰ってください。あ、ありがとうございます。袋もございます。いや、すごいの、よかったね。当たりを引いたよ。よかった、おめでとうございます。ちっちゃいのもありますから、ね、はい、お使いください。はい、じゃあちょっとこれ一個だけやろ。ね、好きなの持ってって帰って、ね、このテーブルも欲しかったら持って帰っていって。え、これこのサイズテーブルもらう、うん、いいね。椅子とかは違うのよ、待って椅子もなんかいいみたいなこと。あの椅子、子供用のあの椅子じゃん。ほう、もらう。うん、よし、じゃあ取っておいて、これ持ってったらどの、あのグレーのやつよ。どっちが良かった？もう一回そっちも座っていいよ。こっちは乗るときこうなるけど。ああ、じゃああんまりだった。後ろに行く。お、その花柄もう一個だけ残ってるの。これもらう？どうする？もらって帰ろうか。いや、なんかテーブルもう一個なんか欲しいわ。あのテーブルにする？それとも横の青いやつにする？黒とかいいの？黒のテーブル。あ、はい、全部違うね。もし青でしたらこれでよければ。ちょっと欲しいのない？欲しいの？こんなんとかどう？あ、いいね。これ入れる？入れよう。
お、見てこれ。あれ？グリって回したら。これが面白いんですけれども、はい、今こっちがロックかかってます。あ、ここ見ててください、ここ。はい。ここでロックが外れる。ああ、そういう手品みたいですね。こっちにするとハマっちゃいますっていう感じですね。これで保冷じゃないけど保冷ですね。はい、そうですね。はい、すげえ、こんなの、こんなの。もしよければ、はい、今日くじ引きやってて当たればこれお持ち帰りいただけます、ね、どうですか、やってみますか。くじ引きまたやる。当たり引けば好きなものここにあるもの持って帰ってください。外れにそう。よく見てね。さっきと同じやつ、うん、で予想どれか言ってもらえれば。予想これ、あ、それ言ってみますか。どうぞ抜いてください。大丈夫、抜いていい。せーの、当たり。それ当たり、当たり、よかった。よかった、ね、これでもそれじゃ抜きましょうか、ね、あ、はい、すみません。中にあったら父ちゃんがトラックさんになってくるの。今日はお車ですか。いや、飛行機です。飛行機ですか。これぐらいこれなら持てる。気をつけて。ありがとうございました。すごいね。一回記事にあげて。記事に。あかんのに。けどこっちだみたいな。